い、こんばんは。こんばんは。スミスの中村たけしです。そして空のさゆりです。夜からスタートですよ、今日は。珍しいですね。まあ今回は、はい、近畿地方のとある堤防ということで。とある広まあどっか想像してほしいんですけども、はい、プラグを中心にね、いろんなゲームやっていきたいんですよ。はい、でまずはね、やっぱり春といえば粘るでしょ。ああ、いいですね。夜は粘る、うん、そこからスタートして、はい、まあ明日の朝から昼ぐらいまでですけどね、まあ、そこはちょっとポイントを回ってみて何がするか分かりませんけども、楽しみましょう。今回も何が釣れるかお楽しみということで、はい、まあ、とりあえず夜は粘るを狙っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。行ってまいります。وصلت الشبك هي تقريبا طولها متر ايش هذا شكله ديل والله صود اليوم من متر وشوي كمان يعني عليك يلا شد جيبي اسحبها يلا وصلت اه تمام صح はいそれでは僕は、はい、ミバフェンマグナムっていう、結構大きいトップから始めて、でさえちゃんは、はい、ガンシップの4人この間用意したやつ。そうですね、安定の、はい、それでミノですね。はい、じゃあそれでやってみましょう。はーい。おー、来た。すごい。安定のガンシップじゃないですか。ほら、でかい。でかい。一投目ですよ。びっくりした。本当。まさか一投目で来るとは。一投目ですよ。完全に両方ですよ。本当ですね。ガンシップ45で。ねー、釣りました。なんか1投目できたからもっとポンポン釣れるかと思いきや僕もそんなめっちゃ釣れるもんではないんですね。2つ目のポイントですよ。そうですね、ちょっとここは肩あっちより落ちるけどプラグで釣れると思うから、頑張ってみましょう。はい、おっと来たよいしょ。いや、おー、いいことじゃないですか。やったー。嬉しい、楽しい、ありがとう中村さん。この釣りめっちゃ楽しい。終わりましたか。おー、来た、よっしゃー。おー、来たー。よっしゃー。おー、イエーイ、イエス。今ね、しやすく釣るからどんなカラーでも出てくる。うわー、乗った。よいしょー。ほら。おー、いいですね。出た。これすごいよ、だって1投目から場所まで出てるもんね。すごいですね。何つけたんですか。ホッパー。さあ、果たして。おー、来たー。あー、来た。ダブルヒット、ダブルヒット、やったー。仲良くヒット、イエーイ。ちょっとダブル、ダブルヒット、同時のタイミングでしたね。楽しいね。おはようございます。おはようございます。おはようって言ってももうだいぶ遅いけどね。そうですね。ちょっと昨日ね、夜更かししすぎましたからね。もうゆっくりで、はい、出し場のいいところで何が釣れるか、ちょっとやってみましょうね。何釣れるんでしょう。僕はムツやと思う。ムツ、ムツいいですね。はいはい、今ムツ見えてんねん、そこに、ちっちゃいのが、で、群れがいてるやんか、はい、で、これを釣りたいんやけど、一旦はこれガンシップの36の、はい、シンキングタイムね、スローシンキング、SS ってやつ、そう、これでやってみて、で、こう、追っかけ方を見ながら、グワヘンを見ながら、もう目で見ながら、おー、なるほど、ルアーをチェンジしながら沈めていくやつ、もしくはもっと浮くやつ、いう感じで、で、竿を下げて、今沈んでいくんやけど、で、これからこう、ゆっくりこう巻いていくと、めっちゃゆっくり動いていくんやけど、でこいつに、まあ、やる気があったら、ついてきよんねんけど、どうですか今日は。ついてこないね。まだ起きてないかな。ムツくんも次の一手を考えましょう。おちょっと待ってね、手が
なんとですね、スミスさんには奥の手がですね、いっぱいあるんですよ。なんかいっぱい出てきた。はい、フローティングもあるし、トップの声ね、ペンシルとかね、まあ、シラスミノやらなんじゃらかんじゃら、ポッパーやらミノやら、ルナなんていうのもあってね、すごい、なかなか出てきへんな。これやったらいろんな魚、何でも釣れそう。僕が今ここで一番武器になるなと思ったのは、はい、AKM48。AKM48 訴えられないでしょ。なんかどっかで聞いたことあるような感じですけど、こっちがメッキカマス選抜で、こっちがメバル選抜。すごいファーストシンキングなんですよ。めっちゃ早い沈んでいくんですね。だからもう胸のところでドーンと落とそいて、うんうんうん、トゥルトゥルトゥルって上げてきたら、うん、さあそれで追ってくるかどうか、ですね、はい、AKM48 のピンク、はい、に決めた。この下のもそうですか。これそうそうそう。大きいですね。うん、これ大きい。見える。映るかな、どうだろう。あ、でも追ってきてる。そうやろ。うん。でパンと来る。おやー、今だったんか。追ってきてて、ふわって緩めた瞬間、クッてきましたね。うわー、ドキッてした。目覚めた。寝てたんかい。おー、ベイトが来た。このベイトは何なんですか。これはあのイワシの子供。やっちゃった。おー、よっしゃー。ほらー、グッズ上がった。やった。結構苦労したよこれ。わー、すごい。でーす、すごいすごい。でーす、うわー、美味しいんですよね。見つけです。いいな。中村さんのどんな感じで作ったんですか。ストップアンドゴー。シラスミのリップレースのシンキング。これでもリップがないからトゥイッチングやな。よし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 。よっしゃー。シラスミのリップレースの、シンキング。よっしゃー。さやちゃん、空が怖いんか、紙一重なのが思うやん。そうですね。さやちゃん、僕はちょっと時間が来るまではね、はい、ちょっとジグやってみます。おお、いいですね。うん、シラスジグ。うわ、釣れそう、それ。イエーイ。口使ってビビビってきたのにバレた。お、来た来た来た。なんか来た。お、ちょっとそこで来たぞ、いいジグで。おー、めっちゃ曲がってる。おー、待って待って、あ、これアジじゃない、ちゃうか。あ、違う、ヒラメ。イエーイ。あー、そこ落ちてた。ここ、ここから。僕の頭ごらずに今ヒラメがさ、頭に乗っからよかったのに。すごい、でもヒラメ降りましたね。あらヒラメまで釣れる。いや、ジグおもろかったね、今のね。面白すぎる。楽しいですね。ね。釣れた。イエーイ。やった釣れた。やったやった釣れた。AKM 丸飲みやんか。ねえ、丸飲みですね。いやー、やっぱ釣れてくれた、嬉しい。よっしゃ、来た。おー、すごい。よっしゃー、釣る。娘人。はい、うちの娘の同級生、こうたくんが釣りました。で、ね、AKM の、これはね、この城からやな。透明なのもいいし、透明じゃないのもいいし。今もあれ、こんな感じで止める。巻きながら。まあ、巻くはあのスラッグ取るぐらい。全然引き方で興味変わります ね。面白いな。面白い。あ、もうこうすごい判定が。おお、来た来た来た。おお。来た来た来た。大ちゃん、スイッチありだ。ダブルヒット。ヒット。AKM48です。はい。ブルブル引き。ミディアムジャックストップ。トゥル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 。おらおらおら、来た来た。おお、すごい、当たった。あ、面白い。すごい、あんなに渋かったのに釣れました。
座ったまま。やったー、見つけましたね、パターンを。ねえ、ちょっとボタンやね、これね。トゥルトゥルストップか、トゥルトゥルヌヌヌヌみたいな。トゥルトゥルヌヌヌ、トゥルトゥルヌヌヌヌ。さあ、場所変わりましたね。うん、お気軽ライトおかっぱりゲームの最終は、アジングやってみましょう。アジングいいですね。で、時間的にもまあちょっと小一時間様子見てみて、うまく釣れればいいなと思ってます。で、わかりました。スクールテーブルクラブ、はい、もうド定番の昔からあるね、本当によく釣れるクラブですから。で、日中なんで、クリア系がいいと思うんでね。僕はちょっと軽めで 1g、で 1.4g、はい、うん、こんな感じでちょっと棚を変えながら。わかりました。やってみましょう。まずは棚を見つけましょうか。やっぱおかっぱりのライトも楽しいですよね。すごいドキドキする。オフショアとはまた違ったドキドキが。よっしゃ、よっしゃ、来た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 、すごい、やっぱ来た。すごい、おー、来たぞー。アジア、アジア、アジア、アジア。あ、頼りましたも。よし、ほら、すごい。でかいよこれ。すごい、大きい、でかい。どうよこれ。ちゃんとかな。すごいね、力強いもん。ほら、ブルブルが。さ、おお、やったやったやった。こっち来る、こっち来る。こっち来る、こっち来る。あ、ほらほらほら、どこ当たった、そこ当たったやろ、今。切れた。おー、来た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 。おお。よいしょー。またでかい、これ、さっきよりちょっとでかいんちゃう。これちょっとされたっすよ。てか、すごい太鼓これ。言ってるけど 2.5 インチやね。 2.5 インチ十分やね。ワームが帰ってきてしまうよ。おかえりなさい。かけたのにね。残念、まあ仕方ない。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2匹目。ほら、これどうよ。33ぐらいあるんちゃう。ほら、4あるよ。おお、34ある。ちょっとこれ写真撮ろう。おかっぱりからこのサイズってほんとすごいですね。お見事でした。竿、はい、の名前はダークシャドウ。グレードアップ。ありがとうございました。ね、夜から始まり、メバルのプラッピングで、はい、またでかいの知りましたね、もう。そうですね。もう第一投目で、あれは良かった。いや、プラグ楽しいでしょ。めっちゃ楽しかったですね。ね、日中日中で6つのプラグ。うん。むっちゃ楽しいじゃん。あれもなんか、もう。このじれったい感じがめっちゃ楽しかった。あれもね、すごい釣れた時は、うん、プロテイムで結構釣れたんだけど、はいはい、やっぱりちょっと時間帯とか ああいう関係でなかなかこう口使わへん時に、シンキングミノに帰ったら、連発やん。来ましたね。うん、で、私シンキングテンションね、あんなんとかこうちょっとしたこう工夫で、バタバタと釣れると、してやったりになるよね。そうですね、釣ったったって感じですもんね。そしてまとめ味ですけども。そうですね、めっちゃ大きい。もうどんどん伸ばしてください。もう味に関しては大きかった。おなげで楽しい一日でした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだ楽しい釣りをお伝えしますので、はい、それまでさようなら。さようなら。